東京の最新のトレンドを紹介する東京トレンドです。今回は寒い日も快適に過ごせるあったかグッズをご紹介します。自宅や職場など寒さ対策を心がけたい季節、そこで寒い日でも使うことが楽しくなるようなあったかグッズを紹介します。まず向かったのはビッグカメラ。だいたい12月、1月は毎年一番こういった、暖房がよく売れる時期になります。この時期は暖房機関連の売り場が拡大、種類も豊富なので生活スタイルに合わせた暖房機を選ぶことができます。まずは遠赤外線を使った電気暖房機、多機能に進化しています。こちらの加湿機能がついた電気ストーブになっています。このタンクの部分に水を入れますと水蒸気が出て湿度を上げることができます。さらにこちらのストーブにはある特徴が。見た目は普通の電気ストーブとそこまで差はないと思うんですが、普通の電気ストーブに比べて非常に多機能になっています。まずは向きの調節ですね。この縦向きだけでなくて横向きにすることもできます。さらに上下もこのように向きが自由自在であるっていうのも特徴です。またリズムモードを選択すると暖房パワーに強弱をつけて運転することができ、通常運転に比べておよそ 15% の節電が可能になるそうです。さらにこんな新製品も登場。こちらのスマートヒーターは Wi-Fi を搭載、外出先からの運転の停止などができるという最新機種。その一番の特徴は従来にない暖かさの質。見た目はオイルヒーターに非常に近くなっているんですけども、単にオイルは流れてはいないんですけども、使われているのはアルミラジエーター方式という独自の暖房方式。熱伝導率高いアルミを使って、それをラジエーターで熱を放出しているという状況。10分ほどで、すぐに本体が暖かくなります。ラジエーターから出る熱が壁、家具、冷えた体などを直接温めてくれます。無音無風で日だまりのようなポカポカした暖かさになるそうです。空気も汚しませんし優しく温められますので、おすすめの商品となっております。続いて向かったのは渋谷ロフト。首を温めるスヌードにレンジで温めて使う人形など、この時期手軽に使えるあったかグッズが数多く揃います。こちらは USB 電源で温かくなるブランケット。32度から37度の温度で足元を温めてくれます。自宅はもちろん会社などのデスクワークにもおすすめです。そんなあったかグッズの中でも特に人気なのがこちら。携帯回路が非常に増えております。昔よりもデザインが可愛くなっていたり、携帯の充電ができたりと 2way 3way で使えるものが増えています。ここ数年人気となっている繰り返し使えるエコな充電式回路が進化しているんです。こちらは振動機能付きの充電式回路になります。ブルブル振動することでリラックスさせてくれるアイテムになります。 USB からの充電でおよそ3時間使用可能です。さらに多機能なのがこちら。こちらは 3way で使える充電式回路になります。回路とあと携帯の充電とあとは LED ライトも内蔵されています。回路としてはおよそ4時間、LED ライトとしてはおよそ11時間使用可能なので緊急時に役立ちそうです。快適に過ごせるあったかグッズを上手に使って寒い冬を乗り越えましょう。